ほんとね、そばは冷やし派です。どうも、今日もユーデックスがお送りします。はい、このチャンネルはですね、多肉専門バラエティ番組ということで、アガベとかサボテンとかですね、多肉に関わるですね、植物の紹介をしたり、お店に直接お伺いして、お店の紹介などですね、させていただいています。また、企画シリーズなど、多肉植物とかですね、そういったものがもっと身近に感じられるようなね、楽しい企画も満載です。ぜひね、チャンネル登録まだお済みでない方はね、チャンネル登録をお願いいたします。はい。じゃあね、早速ね、今回何をしていくかと申しますと、今回はね、アロエの幹立ちタイプのね、3品種を紹介していきたいと思います。アロエはですね、本当にいろいろな種類がありまして、形状とかも色合いもですね、全く異なるので、これ本当に全部アロエっていうぐらいね、本当にいろいろな種類があるんですが、今回そんな幹立ちタイプのアロエ、ね、どういったものなのか、皆さんにね、紹介をしていきたいと思っています。はい、じゃあまずね、1個目です。1個目。はい、こちら。これね、すごくね、綺麗なね、アロエですよね。アロエはね、日本語名で言うと、フヤジョウというね、種類になります。はい、結構ね、アロエをイメージしている方の中で、この、まあね、葉、ティースですね。この、葉のね、部分が、こんなね、トゲトゲしているイメージを持っている方って、なかなか実は少ないんじゃないでしょうか。結構ね、アロエもこういったね、死がすごくはっきりしていて、アガベとかですね、そういった好きな方もね、こういったアロエも、すごくね、トゲがすごくはっきりして、すごくかっこいいです。はい。なのでね、最近すごくね、こういった人気になってきている種類です。で、まあ、幹立ちタイプということで、こういった、ね、はい。幹がすごくしっかりしているのですが、アロエのね、こういう幹立ちタイプっていうのは、もうね、まあ、アロエ結構全般的に言えるんですけど、アロエのね、根っこって、結構もう真下真下でしっかりね、生えているタイプで、結構太めの、根っこです。で、結構ね、こういった、まあ、深鉢、かなりの深鉢、はい。なので、こう、アガベ育ててる方は慣れてると思うんですけど、まあ、サボテンとか、まあ、エケベリアとか、まあ、そういった方にはね、なかなか馴染みのない、こういう深鉢だと思うんですけど、これね、幹立ちタイプは、こういった深鉢とか、また、地植えをね、最近だとドライガーデンとかね、ロックガーデンとか、かっこいいね、お庭でね、すごくね、自然を表現するというね、そういったね、にもね、すごく、この、不夜城、幹立ちタイプ、すごくね、似合うと思ってます。はい。で、こういったね、不夜城、すごくね、すごくこちらは本当にね、ホームセンターとか園芸センターでもね、よく売られているので、こういったね、アロエ、よくチェックしてみてください。で、アロエ用のね、こういった特徴はね、まあ、サボテンとかそういったね、植物、全般的に言えますが、やはりね、こういう下葉がね、こう枯れ込んでいきます。で、上からどんどん成長点が出てきて、どんどんね、真ん中から新しい葉っぱがどんどん出てくるという感じなんですけど、これね、やはり幹立ちタイプの、やはり一番の魅力みたいなものっていうのは、やっぱりね、この存在感だと思っています。やはりね、そう植物とか、育てている方とかね、ドライガーデンやられている方もそうだと思うんですけど、やっぱりインパクトがあるとかね、いうのがすごく重要視されると思うんですけど、こういうね、幹立ちタイプっていうのはね、やっぱりこう、大木と言いますか、こう木のね、こうでかいイメージっていうね、そんな感じで、こういう幹立ちタイプのアロエっていうのはね、こう、まあね、こう、幹立ちタイプじゃないアロエとかもあるんですけど、こういう幹立ちタイプは、やっぱりこうね、幹をしっかり太く育てるっていうのをね、目的に育てています。で、ここやはりインパクトが大きいので、僕もね、いずれはこうやってね、ドライガーデンをしたいなと思っている品種です。はい。このね、葉が、こちらはね、ちょっと白っぽいんですが、結構ね、季節によっては、この葉がね、黄色くなったりとか、まあ、その個体の、によってね、こう葉の色もね、ちょっと多少変わってたりします。ですがね、こう基本的にはこういった白いタイプの葉でになります。はい、こういったタイプですね。結構ね、かっこいいですよね。外側にはね、こうやって死が生えていません。トゲがありません。ここがね、結構注目なポイントではあります。はい。この内側だけ葉が生えているというタイプになります。で、色はね、株の色はもう真緑ですね。で、まあ多少ね、裏側ちょっと赤っぽいところとかは、まあ冬でね、お外で管理をしているからです。まあ、基本的にね、今年大寒波来た時、我が家もね、マイナス4度まで下がったんですが、お外でね、乗り越えれました。はい。で、雪もね、ちょっと被ってたんですけど、結構ね、すごく不夜城は丈夫で、やはりね、こう、耐寒性も強いってこともね、実証されてるのでね、ぜひ、ドライガーデンとか、お外で管理したいなっていう方にもおすすめの品種になっています。
はい、じゃあね、続いて2個目に行きたいと思っています。はい、こちらが2品種目ですね。ディスタンスという品種になります。はい、ね、先ほどと違ってやっぱりね、こう幹タイプがね、ちょっとこちらも本当にはっきりしているタイプですよね。はい、こういった感じでディスタンスはですね、このね、し、葉っぱですね、がちょっとね、黄色っぽいっていうのがね、すごく特徴的でもあります。はい、見えますかね、この葉の色がですね。はい、でこのね、葉の色が黄色であればあるほどディスタンスはすごくね、かっこいいです。はい、で先ほどのフヤ状とは違って、このディスタンスっていうのは外側にもね、ちょっとね、シが出てます。はい、ちょっと見えますかね、真ん中ら辺とかでですね。はい、こういった感じで外側にもこうね、ちょっとシがちょっと出てくるタイプですね。こういった感じですね。はい、これもディスタンスとフヤ状のね、まあ大きな違いかなと思っています。で、葉っぱのこう生え方もですね、結構、フヤ状は厚めなんですけど、ディスタンスはね、まあちょっとフヤ状に比べるとちょっと薄いのかなという印象を受けています。はい。でもね、アガベとかみたいにこうね、いろいろとね、葉っぱがこう連なる感じで、締まった感じで、結構アガベファンの方もこのね、フヤ状とかディスタンス、こういった幹立ちタイプのアロエっていうのはね、結構人気なんじゃないかなと思って。で、やはりね、幹立ちタイプ、この幹ですね。ここがね、やっぱりすごく硬くて、で、幹立ちタイプは、僕のね、お水やりの仕方なんですけど、結構ね、まあ真冬はね、まあ水はちょっと控えたりするんですけど、もう成長期、春、秋に関しては、本当に3、4日に1回はもうジャブジャブ開けてます。結構僕の栽培は結構もう成長期にしっかりとこうサイクルっていうんですかね、こう成長サイクルを、成長ホルモンを出したいっていう人なので、こうね、結構しっかりお水やりもあげます。で、しっかりその代わり太陽にあげて、あげて、で、群れを少なくして風通しを良くしてあげるっていう栽培方法なんですけど、で、冬は逆にお水やりも控えて、ただ室内で育ててるので、まあね、ある程度、まあ、5日とか1週間。で、まあ長くても10日以内では水やりをしてあげてるようにしています。で、結構ね、こういったね、幹立ちタイプは本当にね、丈夫だなという印象です。なので結構ね、根腐れが心配だなとか、こうね、多肉を育ててる人で、こうね、こう、アロエをね、ちょっと育ててみたいけど心配だなっていう方は、こういったね、まず最初は幹立ちタイプのアロエを育ててみるのもすごくね、おすすめだと思っています。はい。じゃあね、続いて、3品種目ですね、紹介していきたいと思っています。はい。こちらがですね、アロエのディコトマというね、品種になります。もう、先ほどのね、こう、もうバージョンをアップしてったのが意味がわかりますかね。あえてね、1個目はね、ちょっと幹立ちタイプが少ないタイプを持ってきたんですけど、こちらのディコトマかなりね、この幹立ちタイプがすごくはっきり表現できてますよね。本当にね、もう購入した時はまだね、幹はこれぐらいだったんですけど、購入して、1年半ぐらいで、もうね、かなり大きくなりました。で、この子に関してはもう本当に真夏もすごくもう直射日光をガンガンに当ててあげて、でね、お水やりもね、先ほどとお水やりのようにすごくね、もうジャブ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 あげて、すごく成長ホルモンを出させてあげて、成長回転も高めにしてあげました。で、このね、ディコトマ、先ほどのね、フヤ状とかディスタンスとは違って、このね、葉っぱがね、細長いちょっとシャープなイメージです。はい、わかりますかね、こういった感じ。はい、ね、先ほどのね、やっぱり2種類とは違って、葉っぱが細いですよね。でね、この肉厚もそんなにね、フヤ状に比べると厚いわけではないんですけど、しっかりね、持った感覚、ちゃんとプニプニしています。はい。で、死の色はですね、はい、こういった感じでちょっとね、黄色っぽい葉の色をしています。はい。まあ、こういった感じでね、このね、ディコトマもそうですけど、もうこの幹立ちタイプだけでもね、今日3種類紹介しましたけど、全然ね、葉っぱの形状、葉の色とかですね、まあそういったのが全く違うっていうのね、皆さんね、わかりましたかね。はい、じゃあね、今日はね、アロエの幹立ちタイプのアロエ3品種を、紹介していきました。我が家にはね、他にもね、いろいろとアロエがあります。で、幹立ちタイプもね、他にもいろいろ紹介してるんですけど、今回はね、あえて、ちょっとね、わかりやすい3品種を、紹介させていただきました。はい。葉っぱの形状、また、ね、葉の色とかですね、
そういったものが全くね、異なるってことはね、皆さんね、この動画を通して分かっていただいたと思うんですけど、結構ね、本当にアロエっていうのは、しっかり見ると全然ね、形状が違ってたりするので、ぜひね、ホームセンターとか園芸センターで行った時はね、ぜひその個体の、その違いっていうのも皆さんね、見ていただけたらね、さらにね、アロエが楽しくなるんじゃないかなと思っています。今日はね、こういった感じでちょっとね、アロエのミキタチタイプの3品種を紹介させていただきましたが、またね、そういった栽培方法とか、自分のね、管理の仕方ですね。またそういったところもね、皆さんにね、お知らせできたらいいなと思っています。はい。この動画もね、また良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。はい。それではね、またお会いしましょう。